ザゼニエクスタシーは2000年7月30日に福岡県飯塚市の加保劇場にて行われたシーナリンゴの人よ限りのコンサート及び2008年9月17日にデビュー10周年企画の第2弾として発売されたシーナリンゴのライブ映像集コンサートの正式名称はシーナリンゴ実演九州ザゼニエクスタシーである発売元は EMI Music Japan 2013年11月13日には、ブルーレイディスク版が、ユニバーサルミュージックより発売された。またブルーレイディスク版は、同日に、初回生産限定で発売された、ボックスセット、リブにも収録されている。初回生産分のみの特典として、スリーブケース使用、10周年、第2弾ステッカー封入。また発売に先駆け、特別編集ウェブプログラム、 座前エクスタシー予告編が8月31日に1日限定で行われた。ライブの行われたカホ劇場このコンサートイベントは、シーナが中学、高校時代を過ごした福岡県福岡市の隣、飯塚市にあるカホ劇場で行ったもの。当時、シーナの人気が最高潮だった時に行われ、チケットは抽選で当選したもののみ購入することができた。 代金は1万円と通常のライブより高額にも、かかわらず全席完売し、購入できなかったファンがオークションなどで高値で、落札していた。そもそも、カホ劇場は、大衆演劇を中心とした演劇を上演するための、小規模な劇場であり、全席さじ奇跡で1000人程度しか収容できないことも、あり、東芝 EMI はチケットを購入できなかったファンや、福岡まで行けない。 ファンのためにインターネットによるストリーミング性中継を行う処置を取った。また、公演前日には抽選から外れたファンをお招き、やっつけ仕事のミュージックビデオの撮影を行った。当日は来場者全員に赤色の衣服着用を申し付けた。これについて、シーナはロックバンドのボーカリストがお前ら明日のライブには黒い服着て来いよと言っといて、 自分だけ違う服だったら面白いなと思ってと語っている。また、今までのコンサートでは使われたことのなかったマニピュレーターが使用されたほか、セットリストでは、ここでキスして、や、本能などのヒットしたシングル曲などは披露されず、アルバム収録曲やカバー曲を中心に披露された。セルフカバーでは、ともさかに提供した少女ロボットと、日本に生まれてを初披露している。 また、魚、ストイシズム、日本に生まれてが披露されたのは後にも先にもこのコンサートだけである。演出は和を基調にし、シーナを含むバンド、虐待グリコゲンメンバー全員浴衣を着用し、この和を基調とした世界観は、後の全国ツアー、総録エクスタシーにも受け継がれている。カ保劇場の公式サイトでは当時の写真が公開されている。 なお、ビデオにはコンサートで6曲目に披露された EMI の収録が見送られた。前作詞、作曲、シーナリンゴ、ありがとうございます。